47都道府県維持できなくなって消滅しちゃうんだよ、はい、不動産投資自体が壊滅する恐れがある、はい、それじゃあもう終わりじゃないですか。皆さんどうも、不動産人気の小林大輔です。小林さん、はいよ。不動産投資って割とまあ融資の関係とかもありますし、うん、10年20年とかロングスパンで考える話じゃないですか、うん、それって今と10年後20年後って社会が結構ガラッと変わってるんじゃないかなっていう。めちゃくちゃ変わってると思う。そうですよね、うん、しかも今なんて割と過渡期というかいろいろ変化が大きいと思うんで、そうだね、今一生懸命考えても10年後どうなっちゃうのみたいなのが思うというか、小林さん的に10年後20年後は今と全然不動産投資も変わってるっていうふうに予想されてますか？もうね、結論から言うと5年後も全然違うし、はい、10年後もっと違うからさ、はいはい、やっぱりそこに対して準備してなかったら結果的に全然違った方向にリソース集中しちゃうから、はい、数千万とか下手したら数億円の損につながるっていうことですよね、うん、終わりゆく不動産投資のジャンルに突っ込んでいってそうそう、一緒にタイタニックのように沈んでいくみたいな。もうね、またなーだよ本当。またなーですよね。そういう世界だよ。そういう世界ですよね、うん、なので小林さんの視点から、うん、10年後20年後、うん、不動産投資がどうなっていくのかっていうところと、それに対してどう備えればいいのかっていうのを今日は教えてください、うん、OK。 じゃあ今日はね、10年後の不動産投資について徹底解説していきたいと思います。お願いします。はいよ。では小林さん、だいたい10年後、うん、日本の不動産投資っていうのはどうなってると思いますか？うん、10年後の不動産投資を考えるにあたって、はい、たくさん考えなきゃいけないことあるんだけど、はい、今現時点で必ず意識しなきゃいけないのは3つあるね。おー、3つに分かれるんですね、うん、じゃあちょっとそれを順番に教えてください。 OK。 1つ目、2030年問題です。これどういう問題ですか？うん、これはね、2030年スペース人口ランキングって Google 先生に聞いてもらってよくわかるんだけど、もともと日本ってさ、少子高齢化でしょ、はい、で、今超高齢化社会って言われてるの知ってる？はいはい、わかる。そうでしょ。ってことは、おじいちゃんおばあちゃんが増えて子供が少ないってことなんだよ。はいはい、生まれないってことなんだよ、簡単に言うとな。そういうことですね、はい。まあ、これは先進国結構どこでもそうなんだけど、うんうん、日本は顕著にさ現れていて、うんうんうん、人口がさ2030年にはどんどん減って、結果、はい、今47都道府県日本にあるんだけど、はいはい、これが人口減少によって維持できなくなるって言われてるのが、はい、2030年問題です。え、なくなっちゃうんですか、都道府県？要は47都道府県維持できなくなって消滅しちゃうんだよ、はい、消滅可能性としてさ、じゃあどんどん統合されてって、統合されるかどうかはまあその国が考えるんだけど、はいはいはい、少なくとも島根とかさ、はいはい、鳥取とかが最初になくなっていくと言われている、はいはい、あ、そうなんですね。そうなってくると、うん、不動産投資にはどういう影響があるんですか？うん、簡単で、はい、我々さ基本的にロングレンジでのポジションを取って、はい、時間を味方につける投資戦法なの、はいはい、融資がやっぱり20年引っ張るから、うんうん、はい、そうなると、はい、少なくとも20年後にもさ、はい、ちゃんとニーズがあって、かつちゃんと不動産としてみんなが欲しいって言われてるようなところにリスク取らなきゃいけないわけか、はいはい、ということは、はい、そもそも2030年問題で人口減少して、うん、住宅用地としてニーズがないようなところにさ、うん、20年融資引っ張ったとて、はいはい、全部損になる可能性が高いわけ。あ、確かに土地の価値がどんどん下がっていっちゃうんですよね。そうそうそう、だからその2030年問題っていうのは結局人口減少によってさ、税収が激減していって、はい、社会インフラが維持できなくなるね、はいはい、これは例えば水道とか上下水もそうだし、はい、電気とかもっと電車バス、ちょっと前も先週ぐらいかな、ニュースでさ、どこどこバスが全部撤退しますとか常になってる。全部撤退。だからバスがそもそも採算が取れないから、はいはいはい、要はなくなるってことは、はい、地域の交通インフラが喪失するってことだ、うん、そうですね、で、はい、こんなのは日本ってどこにでもあってさ、はい、駅から直結もしくは駅から徒歩圏っていうような場所だけじゃなくて、はい、鉄道が走ってないところの交通網をカバーするのバスじゃん。はい、そうですね。これが廃線になっちゃうわけ。もうおしまいってことですか？ってことは、そこの、要はアクセスが急に悪くなるから、はい、住宅用地としての価値って急に下がるよね。そうですね。もっと言うと、はい、鉄道ですらさ、廃線って言葉があるぐらいね。確かに確かに。国鉄が民営化するときめっちゃ揉めたのは、はい、まさにこの在来線って呼ばれてるものの、はいはいはい、赤字をどうするかって話。ああ、はい、はいはいはい。そう、一番儲かってるのは JR 東海でさ、はい、新大阪、東京間、うんうん、全部 JR 東海。一番要は新幹線で行き来するところが JR 東海。ああ、はいはい、はい、儲かるわけよ。そこは儲かって。だけど、他のところ民営化したら、在来線いっぱい持っててさ、はいはい、JR 北海道とかさ、はいはい、九州とかさ、はい、
ドアカジいっぱい背負って民営化じゃないかな、はいはい、めっちゃ揉めたんだって、はあ、っていうような話で、これ昔からある話、はあ、なるほど、すなわち鉄道が廃線だって、そりゃそうかな、あんな維持コスト莫大でしょ、莫大ですね、で鉄道だってメンテしなきゃいけないしさ、人がいないと運用ができないからさ、うん、っていうような公共インフラが維持ができなくなる可能性が極めて高いのが2030年問題であり、はい、それがなくなったら当然土地の価値だってさ、人が住みたくなくなるわけだからさ、うんうん、ってことを考えたら、少なくとも不動産投資っていうのは20年です、ロングレンジで借り入れを起こす、さらに最終的に売却するのも住宅用地として売却するから、はい、元本毀損しないものってやっぱ住宅用地なんだ、簡単に、うんうんうん、ってことは住宅用地が未来永劫にわたってニーズがないとダメなんだっていうことになりますよね。そう、だそういったようなことも考えたら、この10年後の不動産投資を考える上で最も由々しき問題は、人口減少により47都道府県が維持できなくなり土地が無価値化していくっていうことなんだ、うん、じゃあこれに備えるには人口が集積してるところに物件を取得していくしかない。そういうこと、そういうこと。これって極論さ、人口問題なんとかなんとかっていう推計所がちょっとわしっちゃうし、はいはいはい、そこがちゃんと普通に公表してるから、はいはいはい、でそれを見てもらうと、どの都道府県が減少していくかとか、うん、どの都道府県が減少が少ないかとか、うん、見えるわけ、はいはいはい、ってことはデータがあるわけ、はい、インターネットを使えるでしょ、使います。だからそれで見て、はい、どこにリスクを取りに行くかっていうのを緻密に考えないと、地方の小売回りやったーって言ってるとさ、5年後にはインフラがなくなっちゃうし。わかりました、ありがとうございます、はい、2つ目、金利の上昇です。なんか今って金利上がってるんですよ、ね、あのね、上昇傾向にあるっていうことで、現実にはまだ上がってない。あ、まだ上がってない、ビビったらもう、はいはいはい、実際にこの間もさ、俺、ファミリーでずっと借りてるのを借り替えたんだけど、はい、借り替えてるのも期間が終わったんだよ、固定期間が終わってさ、はい、レジがあったんだけど、上昇基調ではあるけども、はい、そこまで気にするレベルではない。あ、これそんなに大きな問題じゃないのって思うでしょ、はい、実は中長期的なトレンドで見たら上昇基調にあるっていうことは、はいはいはい、例えばこのチャンネルを見てくださってる皆さんがさ、はい、少なくともこれから不動産投資をやって、もしくはすでにやっていて、自分の不動産投資が正しいかどうかわからない、はい、っていうような状況なわけだ、はい、そうなると金融機関ってすごい大事になってくるから、はい、彼らも金利って調達してくるから、調達金利ってあるんだよ、はい、そこに利益乗っけて売るっていう話だからさ、はいはい、そうなると変動要因でかつリスクの部分が大きい金利がさ、上昇トレンドだったら誰に貸すかっていうのも吟味してくるわけ、はい、だしすでに貸してるところもさ、金利上昇した時に返せなくなると困るから、はいはい、本来今まで下降トレンドもしくはずっと横ばいっていうような状況だったら、はい、融資出してたのを出さなくなるんだよ、はい、あーなるほど、ちょっと引き締めるわけですね。そうそう、これも普通に考えたら当たり前の話だし、はいはい、少なくとも人類でさ、未曽有のさ疫病があったわけじゃん、はいはいはい、大まかとか知らんけど ありましたね。あったじゃん。コロナになる前で何を言われてたかっていうと、はい、人工知能とロボット化なんだ、はいはいはい、コロナになる前は人工知能とロボット化になって 65% の仕事が消失する、はいはいはい、っていうところに嘘かまことかの疫病が入ってきてだな、はいはい、世界のファイザーとかさ、はい、ワクチン作ってだな、ロックダウンだな、はい、言われなき飲食店の営業停止とかさ、かわいそうね、っていうようなことがあって、はい、要は一気に生活様式がガラリとか、はい、俺なんかの絶対さ、会員さんって、まあ、60組いるんだけど、はい、毎月面談してたんだよ、はい、で言って実際さ60組うち毎月面談を希望されて20組ぐらいなの、はい、それが一気にズームにかかるのでだいぶ楽だからね、だいぶ変わりますよね、はい、ギリギリまでパジャマで OK で、はいはいはい、でその後何が来たかっていうと、大体さ疫病と戦争とか天変地異ってみんなセットって言われてて、はいはいはい、で今度来たのが戦争じゃん、はい、ウクライナのさ、はい、軍事侵攻があって、はい、でこれもさよくよく詳しく調べていくとさ、はい、仕掛けてるやつがやっぱりいるわけ、はいはい、でそれが何があったかって世界の穀物ストーブって言われてるぐらいだからさ、はいはい、いわゆる食糧危機につながってったりとか、うんうん、いろんなものがね、はい、コントロールされる風にしか楽がない、俺はそう思っちゃうわけ、まあまあ思いますよ、ね、楽がある金子がどうもか分からんけど、いやいやいや思います、分からんけど、だからそういうのも含めて、あの疫病、今の有事で、そこで食糧危機とかさ、はい、年明けにも地震あったしさ、でそういうのも含めてロングレンジでいくと、うん、まあ金利上昇っていうのは世界経済に連動して動いてるからさ、はいはい、っていうことはどっかで何かあったらそれが全部連鎖していくわけよ、はい、でさらには恒大集団の話とかもあるわけでしょ、うん、世界としてさ、あの人口がめちゃくちゃ多い中国で最も大きな不動産セクターが風邪をひく可能性があるってことをすでに聞いてるらしいんだけど、はい、みたいなね、はいはい、それが表になってみんな
ゴテってこけたら、わさーってさ、津波のごとくいろんな影響が来るじゃん。はい。ってことは、今すでに金利上昇傾向が確実に何らかの是正をしない限り、もっと加速するのは間違いないし、間違いないですね。世界的に見てもさ、はいはい、日本の金利って異常に安いから。いやらしいですね。これ以上下がるのはまずないんだよ。はいはいはい。ってことは、下まで来てんだから、はい、上がるしかないじゃん。まあまあまあ、確かに。当然考えたら、ロングレンジで考えたら、横ばいになったらラッキーだけど、はい、上がる基調だったら絶対上がってくる。はいはいはい。ってことを考えたら、この変動要因である金利上昇っていうものが、はい、我々中長期的に見て、金融間と密接にさ、連携を取ってビジネスをスケールしていくからね。はいはい。10年単位で考えたときに、大きく影響するこの2つ目は、金利上昇トレンドってことだ。そうなると、地方小売回りとかもおしまい。まあ、これは1番目に大きく絡むし、はい、で2番目の変動要因も大きく絡むんだけど、はい、いずれにしても、はい、下手したら不動産投資自体が壊滅する恐れがある。ああ、金利の上昇によって。そう、今の話、一つ目、2030年の人口減っていくじゃん、はい、俺が言ってることってみんな聞いたら誰でもなるほどって理解するじゃん、はい、変なこと言ってないでしょ。だってデータがありますから、はい、国が言ってんの、はい、俺たちがはるかに頭いい官僚たちがさ、はい、いろんなやり方でビッグデータとか使ってさ、はいはい、予測して減るっておっしゃってるわけだ、はい、ファクトが出てるわけですよ、ね、そうでしょ。でさらにそこから波及したさ、インフラがなくなってとかも分かってるわけ、はい、っていうのが一つ目だし、二、うん、つ目だって世界経済でさ、結局いろんなものが今実際ニュースでさ、俺ら西側諸国で、はい、西側諸国の報道しか受けないにしても、うん、それが全部世界経済に乗っ取って調達金利というものがあって、はい、でその末端で俺ら金融機関からお金を借りるわけじゃん、うん、っていうようなところと、はい、あと不動産の価値だって実はめちゃくちゃ世界経済に連動していてさ、はいはい、台湾有事が始まったらさ、はい、日本の価値だって今と比べたら下がるさ。確かに確かに。だって横で戦争してんだから。そうですね。巻き込まれちゃうかもしれない。確かに確かに。いや、それが起こらないことで今の価値が維持できてるわけじゃん。確かに。今そのいわゆるウクライナとかさ、はい、中東でしょ、はい、中東でイスラエルがさ、どんばっちゃってんじゃん、はい、みたいな話だ。で、まあこれ実は平時か有事かの判断で言うと、俺たちが知らないだけで常にシリアとかさ、どこでもドンパチやってたの。はいはい。これはもっと大きな話になってさ、第二次世界大戦の後に共産主義と資本主義の戦いがあって、西と東に分かれたわけじゃん。はい、その上で都市伝説みたいな話になっちゃうんだけどさ、はい、支配階級があって両方に金貸してるとかさ、こういうことはめくれちゃってるわけよ。はいはい。っていうのも全部連動して、その金利っていうものも全部変わってくるから、だからそういった意味では、ひょっとしたらこの10年間の間に金利上昇にまつわる変動要因だけじゃなくて、有事によって価値が変わる可能性もあるよね。そういったところも含めて10年後っていうのはめちゃくちゃ影響するし、世界経済に連動した調達金が動く以上、はい、絶対に金利上昇っていうのは避けては通れないってこと。わかりました。ありがとうございます。うん、3つ目、競合の参入です。そんだけ不動産投資がしんどくても競合は増えてくる。いい質問だね。これ一見さ、対極的な話に見えるだろ、はい、この競合っていうのはね、はい、実はこの YouTube チャンネル見てくださってる方って、はい、ほぼほぼ日本の方なんですよ。はいはい、そうですね。 98% 以上日本です。そうでしょ、はい、俺が言ってる競合っていうのは、はい、外国人。そういうことか。どんどん流入してくるわけですね。当然日本人も参入するんだよ、はい、で要は YouTube っていうものがどん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 一般化して、メディアが民主化してさ、はい、簡便にオンデマンドで自分が取りたい情報を取りたい部分だけ取れるような環境になってるじゃん、はい、でその結果資産形成に対して意識高くなって、はい、新ニーサとかさあるじゃん、はい、そういうのもあるんだけど、その中で不動産投資は当然一般化してくる、うんうん、でどんどん参入してくる。はいはいはい。なんだけど、そこの競合ってみんな弱いからさ。海外です。いや違う。要は日本人国内の不動産投資が一般化して、はいはい、YouTube 見たり本を見るだけで参入してくる競合は弱いんだよ。はいはい、マス層っていう感じだね。そうそうそう。いや、勉強にお金が払ってさ、うん、エントリーできないようなとこっていうのは、家もなんでもない、はい。絶対買えないし、はい、ゴミしか買えない。はいはい。一番の競合参入で怖いのは外国人投資家。あー、多大な資金を持って現れて。やばいよ、もう。俺らが今会員さんで去年20億買えてる、はい、そんなんさ、本格的に外国人投資家買いに来たら、はい、全部持ってかれる。やっぱ持ってかれちゃうんですね。俺らは5000万円を4倍レバレージ効かせる、はい、だから5000万あったら2億円になって時間かけて世田谷メルの物件を自分の仕事って言ってるけど、はい、外国人投資家はレバレージ効かして事業をスケールするって発想じゃなくて、はい、資産分散保有戦略だから、はい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 、いわゆる中国の習近平政権が怖いと、はい、中国政府は信用できない、はい、だから香港から金を飛ばして、はい、好きな日本に不動産分散してもっと。ああ、なるほど。そういうような金持ちは日本だけじゃないんだわ。カナダにも持ってるし、ドバイにも持ってる、はいはい、分散保有で何かあった時逃げる先として、何かあった時移住して商売するとか、はい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 、で現金で買ってくる。
実際取られた業者が取りに来るから、はい、いずれにせよ競争は激しい、はい、それがさらに強烈な圧倒的資金力を持った競合参入が、はい、東京都心だけじゃなくてどんどん地方に来てるんだよ、はいはいはい、ってことが、はい、どこも買えなくなるから、ね、それじゃあもう終わりじゃないですか。だからとにかく5年後10年後の変化ってことを考えるときに、はい、この日本の不動産市場自体が投資のマーケットとして我々が参入できないという意味で、はい、壊滅する恐れはあるよね。ありますよね。そうなるとそれなんか日本人が多少有利になるように日本政府は守ってくれたりしないですか、うん、あのねよく経営者が集まるとさ、はい、話題に上るんだけど、はい、外国人でさ、はい、日本の土地が買えるっておかしいんだよ。あやっぱ世界的に見ておかしい。ありえないね。例えばマレーシアでもかなり制限してるし、もっと言うとロット高いものだねとかさ、はい、国の重要機関があるところは近いところは買えないとか、はいはいはい、日本どこでも買えちゃうからって。もっと言うと本当にさ、はい、中国って国はすごい国で、はい、やるぞっつったら民間人の中国人がさスパイみたいになってるわけよ、はい、外国に住んでる人であろうとも、はい、中国人であれば共産党に協力するべしっていう法律があってさ、はいはいはい、戦争始めるって言って、はい、じゃあ隣の隣人をまず殺しなさいって言ったらそれに協力しないと国から処罰されちゃう。ああそういう法律があるんですか。そうそうそう、だからすごい中国の多い地域もあるじゃん、はい、だからそういったようなところも含めて彼らさ国がバックで金出したらさ、はい、何でも買えるぜ。確かに確かにでしょ。防衛庁跡地の隣100億円の土地が出た、はい、利回り1です。中国共産党変えるぜ。まあ変えますね。そんな感じ。農地から水源から何もかも、はい、それできちゃうのが中国共産党。はいはいはい。でそれを守るって売れないようにするしかないじゃん。そうですね。だから今現時点で変えちゃうから、はい、これも楽町で検索したらめちゃくちゃ出る。ぜひリンク貼っといてほしいんだけど、はいはい、すごい勢いで買いに来てる。はいはいはい。これが国で買いに来てみなさいなって話。一網打尽にされます。全部持ってかれちゃうから。恐ろしいな。だからまあ要は戦争説も占領できちゃうし、はいはい、例えば産業の米って言われるさ、はい、半導体なんかも、はい、日本はさすごい優秀な国で、はい、戦争から負けてさ高度経済成長の流れの中で、はい、製造業の時代が来たんだ、はい、でその後に流通の時代来て IT の時代が来る前に産業の米って言われるさ半導体トップクラスだったんだけど、はい、テキサスインストルメントとかさ、はい、インテルみたいな会社がね、うん、あるアメリカが怒っちゃってさ、はいはい、でメンバーがやろうってトムのくせに親分よりも調子乗んなポンってちゃって日本の半導体産業が全部ダメージ。ああ出る杭が打たれたんですね。そういうことなんだよ、はいはいはい、なんだけどこれさっき言ったようにさ産業の米だから、はい、軍需産業にせよ、はい、民生品にせよ全てこの半導体チップっていうものがないと、はい、何もできないんだよ、はいはいはい、それが露呈したのがコロナのロックダウンで、はい、物流が動かなくなって、うん、大体生産拠点向こうで物が入ってこないから需給が止まっちゃったわけよ、うんうん、ってなると例えば給湯器壊れてもさ今まで定価が20万で6万5000円くらい買えたもんが、はい、物がないから20何万とかなっちゃうし、逆に物がないから基盤いっちゃったらさなんとか直すしかないけど基盤壊れちゃったらもうアウトなんだよ、はいはい、市中の半導体がすごい勢いで上がったしさっていう意味でも経産省かどっかがさ、うん、産業の米である半導体が自給自足ができないと、はい、そこについていろいろやべえなって言っていわゆる西側諸国の半導体のビッグファームである TSMC っていうさ、うん、会社を熊本に誘致してたの、はいはい、半分ぐらいさ、はい、日本が出してるらしいじゃん。あそうなんですか。何兆か忘れちゃったけどそれ考えだから我々自給率が低いから、うん、いろんな意味で5年後10年後なんていうのは、はい、基本的にいいところ何もないあもうそうなっちゃいますね。そうそうやっぱそう考えるとそれらにはやっぱり今から考えて備える必要があるっていう、そういうことそういうこと。本日のまとめです。今3つ話したでしょ、はい、1つ目が2030年問題、はい、2つ目が金利の上昇でしょ、うん、で3つ目が競合の参入、うん、すなわち外国人が不動産を買いに来るっていう話で、はい、日本国内における不動産投資ってさ、うん、世界的に見てもあんなに低金利で我々みたいな一般ピープルにきっちりお金を貸してくれるっていう融資制度はないし、はい、かつこの日本っていう先進国は観光立国で自然が豊かで食事が美味しくてホスピタリティ精神が高い国民性があってはい、めちゃくちゃ人気がある国なんだ。だけどそれが今5年後10年後今の3つの観点からかなり不利になっていって不動産投資でも日本人ができなくなる可能性がある、うんうん、だって買い占められちゃうんだから。そうですよね。そうでしょ。そもそも物がないっていう。そうそう、別に30年間先進国で給料があったら日本だけって言ってるわけじゃん、はいはい、ってことは会社に頼ってちゃダメだし、うん、ネットフリックス見るのもいい、はい、YouTube 見るのもいい、何でもいいなんだけど中長期的に見てさそのインフラを活用して勤めながら自分の足で立つとか、もっと言うと長年事業をやってらして、うん、もう分資金があるんだよ、はい、少なくとも俺が言ってることっていうのを今聞いてるわけでしょ、はい、もう危機感を認識できるわけ、うん、だったら動けるし、うん、もっと言うとじゃあ医師の方とかいっぱいいるわけ、はい、残念ながら俺皆保険制度を崩壊すると思ってるな、はいはい、保険制度が崩壊したらさ医師の収入もともと低いのにもっと低くなるわけ、はい、そうですね、さらに全くいいとこ
も何もないわけ、はい、だからやっぱりこれって残念ながら我々はまあ一旦敗戦して消毒化した中でなんとかねアメリカのおかげで自由な生活をさせてもらってるけど半分くらい召し上げられちゃうっていうような状況下にあって、はいはい、じゃあやっぱりエリアが民主化していろんな情報が取れるわけだから、うんうん、24時間両方しかない、うん、先行き不透明なんでしょ、はい、だったらやっぱり今のことを考えて中長期的に自分の人生を設計して何か始めないと、はい、危険だっていうことになるわけ。なるほど、そういうことですね。このチャンネル見てくださってる皆さんね、今いろんな意味で未来が全く見えない時期なんですよ。かといって我々が小学校の時ね、社会の使用集とかさあったじゃん、ソビエト連邦崩壊とかあったじゃん、はい、あの時はあの時でみんな明日わからなかった、はい、来週が未来なんてわからないわけよ、はい、ってことはどういうことかっていうと、こういう状況で俺らはすごい有事な時代にいるわけ。ただで情報がアクセスできて、うん、俺の存在なんて誰も本当は知らないわけでしょ。まあ本来はそうですよね。でしょ。だけど少なくとも今は俺例えば不動産事務所で懇親会に行ってるし、うん、逆に相談があるんだったらちゃんと1時間5万円で面談って設定してやってたりするわけ、はいはい、だから俺のことを知って俺にアクセスをする手段知るだけでも変わるし、はい、もっと言うと YouTube でさいろんなさ副業兼業とかいっぱい探せるから、はいはい、これは毎日朝起きてご飯食べて会社行って働いて帰ってきてっていう生活を過ごしてるとわからないけど、世界に目を向けたらめちゃくちゃ怖い話がいっぱいあって、ありますね。そうで、もっと言うと今日の不動産投資10年後どうなってるかっていう話も、競合参入とか世界的な動画を見たら極めて不安定な中、できる時にやらないともうできないんでっていうことを考えてね、よくよくもう一回本編見返していただいて、少なくともご本人とご家族さんとか大事な人を守らなきゃいけないと思うから、そこについて今できることっていうのをねぜひ考えていただいて、コメント欄にいただければ嬉しいです。ありがとうございます。今回も動画を見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資で損しないための情報を、今まで培ってきた経営ノウハウを織り交ぜながら体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またなー。小林さん、10年後の日本はどういう国になってると思いますか？いろんな説があるし、はい、今のまんまでいくと大変なんだけど、はい、今過渡期って今日金子君に言ったじゃん、はいはい、実はいろんな意味で本当に過渡期で、はいはい、ちょっと前のさ参院選見たらよくわかるんだけど、はいはい、俺がさ大学生の頃の選挙って、はいはい、いかにも政治家みたいな人ばっかりが選挙こそ初だった、はい、おっさん、はい、おっさんみたいなさ、はいはいはい、だけどちょっと前の参院選見たらこんな選挙ポスターあんのってみんな若くなってさ、はいはいはい、大学の時期やん、はいはいはい、だから今もさ安倍派が壊滅とかやってるじゃん、うんうんうん、政治資金を納税するしないってやってるじゃん、はい、もっと言うと岸田政権のさ異常な増税な、うん、過去最高に徴税できたらしいんだよ、はいはい、っていうのも含めて多分こっから日本ってさ、まあ、いろんな意味でラッキー民主主義がまだ続いてるんだわ、はいはい、ってことは選挙権の活用なんだよね、はいはい、で今残念ながら半分の人が選挙行ってない、行ってる人ってじいさんばあさんだから、はい、じいさんばあさんが喜ぶ政策しか走らないんだよっていうことですね。だけどこれが実際に増税をしたりとか、うん、いろんな売国をすることによって、うん、みんなが不遇な目に遭うわけでしょ、はい、ってなると行ってない層が実害を被ってるわけだから、はいはい、おそらく行ってない人たちが選挙に来るんだよ、はい、ってなると、はい、今までの政治の仕組みとかさ、うん、今までの法律の整備の仕組みとかいろんな形で戦後復興から GHQ がさ CIA で全部コントロールしてきたものが変わる可能性があるんだよ、はい、っていうことですよね。そうだから俺そういう意味では悲観的なことばっかりじゃなくて、はいはい、多分5年10年で、うん、いわゆる戦後レジームからの脱却ってあるわけじゃん、うん、おそらくこの5年とか10年以内には大きく国が変わるはずだから、うん、まあ俺はある意味楽しみだけどね、うんうん、兵庫県かどっかのなんか市長さんに僕の同い年か1個上とかからマジ市長さんになったらしくて28でしょ27、8ですやばいね。で、もともと優秀な方なんですけど、うんうんうん、新しいことをやろうとしてるみたいで、すごい嬉しいんですけど。金子君も市長に立候補したら、できれば総理大臣になってほしい。あ、総理大臣はまたちょっとルートがいろいろ違うじゃないですか。まあまあまあ、でもちょっと頑張りますよ。総理大臣目指して頑張りますね。よろしく。はい、ありがとうございます。はいよ。